まあ、正直難しいです。難しいので、あ、全然この先の人生使わなそうだわっていう人は、やらなくてもいいんですけど、できると世界が変わるよっていうお話を今してます。今までは2とか4とかね、8とか16とか全部偶数だったの。今回3なんですよ。これ初めての登場なので、奇数の登場っていうのは。で、奇数が登場することによってどうなるかというとですね、はい、8分の12拍子とかね、12拍子系なんてあったりしますけれども、まあ、これがいわゆる12族です。はい。で、12っつうのはむちゃくちゃ面白い。っていうのが今回一番言いたいことですね。はい。12は面白い。はい。これだけ覚えて帰っていただいて大丈夫です。12はおもろい。12はいろいろ取れるっていうお話です。今回やりたいのは、このビートを変えていくビートチェンジっていうのでございます。まず上は今やったやつね。加藤、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 加。123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 
すると6ビートになります。6ビートなんか聞いたことねえよっつってね、6ビート6拍子でございますね。まあ図で見ればね、数字で考えれば 3×4 が12だから、それをまあ2個ずつ取れば 6×2 だよねって、 6×2 12だから、まあそれ2個ずつも取れるわっていう話なんだけど、感覚的に追いつかない、気持ちが追いつかない、足がどこで踏んだらいいかわからないと。はい、これをまあ自分で取れるようにしていくっていうのが、ある種能動的な、まあ、リズム感覚、細分化の感覚でございます。はい、簡単なやり方を紹介します。はい、待ってました。上は加藤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 でいきましたね。加が青色で、とが赤色、加藤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 、はい、加藤加藤言ってるのを、これ今度加藤さんにします。加藤、お客様の中に加藤さんいらっしゃいますか？加藤。ずっと言っているこの言葉の1文字の長さを変えずに言うと、加藤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 どうじゃろうか。言葉ならなんとなくわかりそうじゃないですか、はい、でこの感覚っていうのは基本的にちょっと難しいです。体で取るのちょっと難しいんです。取れるようになったらこっちをね行ったり来たりそういうことできるんだけど、普通に暮らしてる感覚だと慣れない人が多いと思うんで、ちょっと慣れやすいところから始めてみよう。慣れやすいところ何かっていうと言葉ね、言葉。ちょっと一定のビートを流すので、またこのチェンジをやってみよう。まず言葉からで大丈夫です。よくわかんねえわっていうか取れねえわっていう人は言葉でちょっと私の真似して言ってみてください。せーの、カト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 。カト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 。
はい、いける人はオフビートをクラップ、カッ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 、どうじゃい。これはですね、ある程度訓練が必要です。がっちり掴むにはね。例えば、日頃音楽聴いてる時とかね、なんかこうかけながら歩いてる時とか、だいたいこうテンポに合わせて歩くの簡単だと思うんですよ。これ 1,2,3,4 歩で歩いてるんじゃないですか。この感覚を6歩で歩いてみようっつって、 1,2,3,4,5,6 みたいに自分の中で取り直すっていうか切り替える、めちゃくちゃ強くなるリズムに。続きまして、今度はですね、この関係を逆にします。グリッド3のビート4っていうのをグリッド4のビート3、あ、グリッド4ってやったなって言ってね、前回やったやつグリッド4なんですね、はい、この下だけ見ててね、下だけ見てて、はい、変わりました。ビートの間隔を倍にすればいいというふうになります。今までは 1,2,3,4,5,6 っていうのを半分にすると 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 こうなります。もう一回言いますね。6拍子カット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 っていうのだと 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5、これ倍にすると、今コンっていう鳴らすタイミングを2回に1回にしたっていう感じで、この手拍子は変わんない。わかるかな。正直難しいです。難しいので、あ、全然この先の人生使わなそうだわっていう人はやらなくてもいいんですけど、できると世界が変わるよっていうお話を今してます。はい、最後ラスボスです。今度はビート同じです。これとビート同じ3ビート3拍子で、その裏を取る、言い方変えると6拍子6ビートのビートを交互にオンビートオフビートにしたと言ってもいい。はい、やりますね。6拍子6ビート、1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 で、これを1と2と3と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 、がこれと2と3と1と2と3と1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and。
分かりいただけただろうか。意味分かった。4拍子から3拍子になったのね。この下の段になると結構幅が広いですよね。この間隔が広いとまあまあ感じ取るのって難しいんですよ。細かい方が多分楽だわっていう人が多いと思うの。この間があるとこう突っ込んじゃったり、感覚的にね、長さがよく分かんなく、自分で取ってる時に長さがよく分かんなくなっちゃうってことがあると思う。はい、多分みんなそうなんでご安心ください。じゃあどうするかっていうと、まずは自分の分かりやすいように取っていただければいいんだけど、一つの例としてはやっぱり細かく取るっていう、最初に1 2 3 4 5 6 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 1
状態をドドン、クロスリズムと言います。はい、人によってはポリリズムっていう人もいます。まあ現代の音楽の中にないこともないんだけど、まあ、こういうそのリズムの面白さみたいなのを分かってる人は結構その曲の中に取り入れてたりするんだけど、そんなにないと思う。そんなに聞く機会ないと思う。はい、多分ないでしょ今までの人生で。はい、まあ私のそのチャンネルを見てる人は結構太鼓をやってる人が多いですから、太鼓をやってる人であればそういうリズムをねアンサンブルとかで叩くっていうことあると思うんだけれども、太鼓叩いたことない人はあこういうのあるんだっていうのを押さえていただいて、これを得得すると自分がこの例えばまあ今のイズンツシラブリだったら普通に考えてこれってこう乗るじゃないですか普通は。4 1 2 3 4 1 2 3 4、あー気持ちいいっていう感じなんだけど、これを、で勝手に自分で取り直すことが可能になる。だから違うビートで踊れるっていう風になります。おお、それがクロスリズム。え、それどうやるんですかっていう話になると、今順番にやってきたお話でございます。まあ分かりやすくですね、そのやっぱり 3×4 12系、シャッフルとかブルースとか、まあジャズもそうと言えるんだけれども、12で解釈できるものだと2でも3でも4でも6でも取れるから、そのビートの再定義っていうのがしやすいです。まあ今やった感じですね。でトレーニングとしては、例えば4から6、6から3とかね、3から4とか4から3とかね、いろいろやってみてください。分かんなくなっちゃったら1文字1文字当てはめてみる。加藤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